ストウェアということでございますね。はい、前回に引き続き、ええ、まだおりますよ。今回対戦です。はい、言ってましたね、人対人の、もうコンピューターではなく、はい、人とやってネットをつないでやるってことですね。そうですね、このサンバカトリオであのね、え、あのまあまあ甘んじて僕はそれを受け入れますけど、はい、完全にニバカコンビですサンバカトリオでも前回じゃない、前回ひどかったよ。どうぞ。前回チーム型ネットワークアクションゲームクロムハウンズでコンピューター戦を体験したアメザリの2人でしたが、見てほら自分の画面ん、これめっちゃ売ってるやろ俺。そいつは多分死んでるやつですもん。ええまだ俺いけるわ、早来て。どこ、あのな、うん、ちょっと時間かかるわ。マジか、入ってくれ。2人のあーちゃんが足を引っ張り、結局作戦失敗に終わったのでした。ひどい、ほらな、ひどいですね。ひどいでしょ、はい、あんな状況でしたから前回、まあ、今回あのね、この鍋島さんと一緒に、はい、人対人の戦いができるということですね、はい、そうですね、うちのスタッフをちょっと3人ご用意させていただいたので、ちょ、はい、うちのスタッフ3人でしょ。別にそれあの受付の女の人とか違うでしょ違いますね、多分でしょ、スタッフでしょ。そんなもんお前さんざで勝てるかいな、そんなもん。自分どうしたん、勝てるわけないやそんなもん、まあ、そんなこんなで、はい、今日あの助っ人、ああなるほど、ご用意してますね、はい、あ我々似てんのね。いますよ。あ、それやったらちゃんと言うといてくれた。最高の助っ人をご用意させていただいております。それならまた光が見えた。この方です、どうぞ。どうも、あ、ありがとうございます。本日はお呼びいただきました、ありがとうございます。光が消えた、ありがとうございます。真っ暗闇何やこれ、何やこの蚊帳の中みたいなやつは。製造してるんですって知ったらもう喜んで参加させて。あのな、花見ちゃうねん、花見ちゃうねんあいつはえ、もっと使えるオズマは、 あいつ、はい、あいつなんか他の仕事があるとか言ってなかったほんま嘘つきいな。今日エンターブレインに行ったら今日は実は何もなかったです言うてたで。あの君タバコ吸えるとこでタバコ吸うとおはようございます言うてたで。言ってました。いや正直ちょっとまあ今回いいよと言っちゃったんですよ。お前が、俺がやるからと、もう任しておいてくれと。じゃああの足手まといにならんように。足手まといっつうか僕も司令塔で来てますから今回は。あの宣言をちょっとさせていただこうかなと。はい、宣言していただきまして、宣言、アメリカザリガニの機械の体ではこれまで様々なオンラインゲームをプレイしてきましたが、噛んでる、その度にいつもいつも同じパターンで敗北を重ねています。それはなぜか、リーダーが平井さんだからです。その証拠にコナミさんにお邪魔した時は僕が入ったチームが平井さんのチームをボコボコに下しました。今回は自らリーダーをリーダーシップを発揮し必ずや舞台を勝利に導くことを誓います。やらせていただきます木村。内容はともかくところどころまんべんなく噛むのやめてくれるどの話だよ急に。いやいや入んないからちょっと。じゃあ何、僕の下におるから今まで痛い目に負ったと言いにくいけど、そういうことかな。対応すれば勝てるって言うんやな。おいおいおい、よーいください。今回だからいろいろあるじゃないですか、あのロールプレイ、ロールタイプ、ロールタイプ、ロールプレイ、ちょっとすいませんロールタイプがいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そこをやっぱこう、うまく振り分ければ僕はもう多分補う、互いが互いを補って1たす1が20になるみたいな、そういう感じで。4人おんのにあと2足してくれ2が2どころか10にも30にもなるみたいな、なるほど、そんな感じで組み立てております。もうすでにお任せください。お前大丈夫なんか。大丈夫です。お前ほな司令官としてちゃんと動けよ。大丈夫です、任せてください。お前みんなにちゃんと指示しろよ。指示だし、お前がまとめろよ。ただ従ってくださいね。だ従ったるから、ああ、それだったらお前ちゃんとまとめれるか。大丈夫です、バッチリです。オッケー、まとめろよ。まとめます、俺らをまとめろよ。平井さんあんまり追い込まんといてないじゃんど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 んグーなってるから画面で分からへんの。いつになったらこう強気で来てくれるのかなってずっと待ってるけど、そんな風に言われたら基本的に無理やからまとめろよお任せください。ああもうバンバン言いますね。ほな僕らのことよろしくお願いします。よろしくお願いします。引く腰さあそれでは早速戦場に向かうわけですが、うん、司令官のキムがちゃんとあの振り分けてくれたみたいなんで。キムって言いました。キム、
え、キングキング、いやいや指揮官だから呼び捨てとかないよ、ないよね呼び捨てとかないよね、うん、なんかキム司令官、キム司令官かな、うん、キム司令官で、キム司令官こいつどうしたらいいんですか。ああ、もう役割の話ですね。はい、役割、はい、これもまっちり決めたんで。少しビビり気味のキム司令官が決めたロールタイプはこちら。モハンでの暴れっぷりを買い、柳原をアタッカーに、ゲームの上手い平井をスナイパー、クロムハウンズを知り尽くしている鍋島さんには後方支援をしてもらうためにヘビーガンナー、そしてキム司令官はコマンダーとしてチームに指示を与えます。ブリーフィングルームで、はい、ブリーフィングルームでちょっとあの作戦立てたいんですけども。ああ、作戦立てましょうか。はい、立てましょうかじゃなくて立てるんでしょ立てる立てる立てるよ、お願いしますよ、うん、司令官引っ張ってください。僕はこれ緑なんでね、はい、はい、この赤、赤、赤ですね、これ赤、赤、僕ら赤ですよ、これ。いやいや、違います、僕らは緑です。あ、僕ら緑、僕らほら、はい、赤が、赤が敵の、赤が敵の司令部、司令官、死んねえじゃん死んねえじゃん。僕ら緑なんで、ちゃんと理解してる、僕ら緑今試したんです。あ、そうですか、あちゃんと理解してるかどうか。いや、最初はもう本当赤かな思ってましたわ。合格、はい、これ空いてる1,2,3,4ってこれを合わせるボコボコらせれば僕らの勝ちだわけ。ボコらせる、あどれかが本物なの、どれかが本物なわけです試したんですね。ついてきてますか。試したんですね。試してますよ。あのついてきたんです。常に試しますからね。ゴールが全然見えないですもう一つ大事なことは、相手がスタッフだということですね。はい、もう完璧に調子に乗ってますから。はい、はい、じゃあコンパス E を取りに行ってください。いいですね。はい、下下私は F 取りに行きますんで、はい、はい、でそこまで行けば敵の姿が見えると思うので、そしたら報告します。はい、相手は素人だと知ってるわけですよ。はい、知ったらもう正面突破でガンガン来るに決まってますから。はい、コンパスの A から高台を、うん、はい、回ってきてもらえばいいですし、トミカさんはコンパス E のところで止まっててもらえれば、すぐにあの司令部の近くまで行けると思いますので、裏をついて、はい、裏をついて、はい、みんなでガーッと迂回しましょう。あのそのマップに変えてもらっていいですか。あ、こういう感じだと。おうおうおう、それで一気に3番を落とし入れるってことですね。4番はスルーですよ。4番スルーです。4番は確実に違いますから。はい、わかりました。本部かどうかってのは分かるんですよ。本物だった時は、その建物の側面に国旗が貼ってあります。あ、なるほど。司令官、え、今日から赴任されたんです。僕は分かってますけど、え、僕は分かってますけど、お二人分かんないじゃないですか。ああそうか。この敵が道沿いに来るんですよね。はい、道沿いに来るって分かってて、うん、この道沿いのこの2番を本拠地にしててもいいんですか。うん、お前はこれだからあえてですか。ずらした方がいいかもしれませんよ。そこすみません、試しました。ってことは僕は不合格ですか、合格ですか。いや、合格。やったー、柳原くん合格。気づいた。ってことは本部は3ですね。わかりました。はい、っていうことはこのラインがもう間違ってますけど。え、すでにもう2からスタート。2からスタート。わかりました。すげー、3か近いし。あ、そうか、これ試すための布石です。そうですね。すげー、ふけー。わかりました、これは裏をつけると思いますよ。うちの司令官、ふけー。司令官の機体どれですか。え、司令官の機体、司令官、はいはい、あの緑の車ですか。これ僕ですよ、僕。すいません、はい、目立つんですけど司令官、ひときわですけど。ひときわ目立ってるんですけど。じゃあ先に行ってください。僕らスピード遅いんで。司令官、なんか撃たれたっていうか、敵が街中にいる司令官、司令官、司令官、ごめん、もう見つかったごめん、司令官の言葉じゃないですよ、ごめんって。発見しました。お、どうですか。コンパス J から来てます。 J、 はい、なんで司令部優先で守りましょう。はい、あれ、なんかこう敵が2番に、2番の基地に固まってるんですけど、はい、これはひょっとして2が本拠地と考えてよろしいですか。まあ間違いなくそう はい、見えますよ確認しました。あ、マジですか。どうします、攻撃します。つね、撃っていいですか。先にコマンダー潰してしまいましょう。もう見つかった。あ、撃ってきましたよ。あ、見つかっちゃしょうがねえ、じゃあ戦うということでなんだそれ、行き当たりばったりかよ。まず1人を確実に殺しましょう。
わかりました、破壊します。はい、僕がまず先陣切りますんで。こんな都市施設みたいなやつなんですね。はい、来た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 。あ、あ、先陣切らない方がいい。ちょっとちょろちょろどういうこと。下がってください。赤当たります、弾が。下がってください。そこ司令官、そこにいたら撃てない。司令官下がってください。司令官、司令官下がってください。申し訳ない、司令官もう戦死。司令官、司令官何を撃ってるんですかね、敵は。今多分アタッカーが思いっきり狙われてる。そう、僕は今狙われてますね。わかりました、おとりですね。オッケー。で、多分敵を一人ずつ殺そうみたいな考えなんじゃないですかね。じゃあ、まんべんなく倒していきますね。どうか。こちらは敵のコマンダーと交戦してます。あ、倒しました。倒した。あとお願いします。あと2人ですね。何を倒した？敵のコマンダーを倒しました。1試合。アタッカーはもうその基地の基地を占領に向かってガツンと。めっちゃ近づいてくる。2人目倒しました。よっしゃ。うわー、1試合。どこにいますか？あーかー。場所で言うから D の5。D の5。あ、3人目やりました。わあ、よし、やった、やった、やった、よっしゃー。いやー、おめでとう。やりました。よし、よし、よっしゃー。あのアタッカーが、はい、結局そのおとり的に、ね、いい感じでおとりになりましたね。いい感じですね、我々ね。で、僕が後ろからバーン。そうですね。で、僕はあの遠方からやっぱりスナイプしてた。あれだから、こっち狙ってたから。そうなんですよ、ね、いきやすかった、結果ね。結果ね、そう、結果ね、こう、こっかで勝ちましたね。お前何してん。お前何してて。成功したでしょ。何がやる。作戦成功したよ。おってことは、失敗した場合も成功した場合も司令官のおかげみたいなことは。いやいや、最初に言ったよね。いや、最初に言ったよね。あれ自分司令官やろ。司令官、まあ、武器何。機関銃と機関銃と機関銃。知らんがな。機関銃しかついてんやつが。なんで最前線一番乗りやん。俺お前スコープのカメラでずっと見とったんや。あ、おるな思って。ほなお前緑の青みたいなやつがくる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 。あ、もうあれなんで司令官が一番前におんねん。びっくりしたでしょ。びっくりしたよ。相手もビビったビビった。ビビってますよ。ビビったよ。カモ来た思てるよ。お前おらんでも買ってたよ。こんなことないですよね。向こう手抜いてくれてたよ多分な。司令官の機体がまず一番最初に来た時に、うん、あ負けたろうかなみたいな。こちら何も分かっていいみたいな感じ。そりゃそうや。あなたは常にマップを出しといて、はい、僕らの位置確認して、うん、してね、お互いが、ね、不利にならない状況で常に動いてもらうように指示するとかね、うん、左のあれを2組で攻撃せえとかさ、そういうことを指示出せと。もうお前 つけとって。だってそういうのが一番苦手なんですよ。嘘嘘言うててやん。敬語がどうとか腕立てやもう。いやでもね、僕は司令官に指揮官になって勝つ、ほら結果と出だした結果だけ見ればまさしくその通りになってるわけですよ。結果はね、有言実行とはこのことですから。あなたが司令官になったおかげで僕らが勝ったってことでしょ。そういうことになってるでしょ。だってっていうことなんでしょ。いやいや、見てみたら。それでいいんですか。まあ、いいんじゃないかな。じゃあそういうふうに、あなたが司令官になってなければ作戦は失敗してたと。おそらくで司令官になったから作戦成功した。成功した。まあ、頭湧いてんの。お前なんでも下手やんけ。でもね、ほらよく言うやん、ほらダメな親やと子供がすごくしっかり育つって言うやんか。もしかしたらまさにあれやったかもしれへん。合格。調子のお前。かっこ悪い。はあ、また来月もキムと会うんですね。うん、いい子なんですけどね。あ、じゃあ、はい、ゲームの世界で会いましょう。はい。
はい、またやりましょう、一緒に。素晴らしかったです。素晴らしいゲームです、はい、面白かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。